皆さんこんにちは。シンガーソングライターとして長年活躍している長渕剛さん、過去に国生さゆりさんとの熱愛不倫や大麻所持により現行犯逮捕されています。今回はそんな長渕剛さんと桑田佳祐さんの長年の確執の噂や元女優若林志保さんへの性暴力疑惑について詳しく調べてみました。ぜひ最後までご視聴お願いいたします。長渕剛さんについては熱狂的なファンが多く、その生き様を目標に信念を貫いている方も多くいる有名なシンガーですよね。そんな長渕剛さん、つい最近週刊誌に性加害について取り上げられました。というのも、元女優の若林志保さんが2024年1月24日に X、旧 Twitter を更新、過去に性暴力被害を受けていたことを告白しました。若林志保さんは過去の投稿で複雑性 PTSD を患っていることを明かしていましたが、今回ミュージシャン N さんからの犯罪まがいに巻き込まれたのもあったので、複雑性 PTSD になったのです。いろいろと複数の出来事に巻き込まれたから複雑性 PTSD なんですと発症した原因を明かしました。この件については過去にライブ配信で告白していたといいます。そのアーカイブが見つからず、おかしいなぁ、あるミュージシャンから薬物を持ってこられて監禁されてレイプされて暴力を振るわれた話をしたライブ配信がないのですがと困惑していましたが、その後フォロワーから提供された配信映像を改めて公開しました。昨年11月12日に配信されたそのライブ映像では、芸能活動をしていた当時ドラマで共演した大先輩のミュージシャン N から1997年に違法薬物を使った性暴力を受けたと告白、セリフ合わせをしようと誘われ、相手が暴力を振るうことで有名だったことから断れず自宅に招き入れてしまったと経緯を説明し、その N さんに薬物持ってこられて監禁されてレイプされて暴力を振るわれて、最終的にお前なんか芸能界にいられないようにボコボコにして海に沈めてやる、俺の周りにはそういうことできるやつがいると脅された、それが3回くらいありましたと明かしていました。この大先輩 N さんが長渕剛さんではないかと言われているのです。性暴力被害に遭ったという1997年、若林志保さんはドラマボディーガードに剣崎美代役で出演していました。このドラマの主人公炎上寺新役で主演を務めたのが長渕剛さんだったのです。若林志保さんは相手の実名は公表しておらず、大先輩であるミュージシャンの N さんとしていますが、当時同じドラマに出演していたことからもこの N さんが長渕剛さんであると疑われているのも納得ですよね。これについて長年彼を支え続けていた妻志保美悦子さんとの関係に変化が生じているのではと疑われています。報道によれば夫婦関係の変化が離婚の可能性を高めているとされています。また志保美悦子さんの離婚意思は高まっていると言われています。志保美悦子さんは長渕剛さんとの結婚生活を通じて自身の夢を実現することができるようになり、自分の進むべき道に確信を持ったのかもしれません。二人の間には子供もおり独立はしていますが、今後何か子供たちに影響が出る可能性もあります。危惧して離婚という形を取るのはおかしいことではありません。長渕剛さんは過去に母マスコさんを亡くしています。生前は何度も入退院を繰り返したとのことです。その際マスコさんは若年性アルツハイマー型認知症と診断され、以後10年以上の介護生活が始まり、まだ28歳だった長渕剛さん自身も疲弊、ツアーやスタッフとの軋轢や心労も重なり倒れたことも、ツアー半分の20公演後に緊急搬送されるほど追い込まれたという、もうやめたい死んじまいたいと思った時に生まれたのが死んじまいたいほどのからという歌い出しで始まる名曲 Stay Dream だったそうです。あの歌は自分を鼓舞するため、立ち上がらせるために作った曲です。認知症診断から5年後にはマスコさんを自宅に引き取り自ら介護しようと試みたが、お風呂で母の陰部まで洗った時に、母ちゃんごめん
俺、無理だ、という気持ちになりました、と正直に明かし、結局、病院に頼ることになったが、自身で面倒を見られない自責の念から涙を流したといいます。母ちゃんは俺が子供の頃、抱きしめてくれたのに、俺はこんなことしかできないのかと苦しかった。どうやってバランスを取ったらいいかわからなくなった、と長渕剛さんは語りました。ステイ、ドリームは1986年発売。1987年に現在の奥さんと結婚していることから、当初はお二人でお母さんの介護をしていたのでしょう。それでは長渕剛さんは一体どのような人物なのでしょうか。まずは長渕剛さんのプロフィールからご紹介します。名前、長渕剛。生年月日、1956年9月7日。出身地、鹿児島県。血液型、A 型。日本を代表するシンガーソングライターの長渕剛さん。1977年にシングル「雨の嵐山」でデビューし、1978年に「純恋歌」で再デビュー。「乾杯」「トンボ」「幸せになろうよ」など数々のヒット曲を生み出し、日本を代表するシンガーとして長年にわたり愛され続けています。歌手活動の傍ら俳優としても活躍し、ドラマ「家族ゲーム」「親子ゲーム」「トンボ」、映画ウォータームーンなどに出演してきました。長渕剛さんは過去に人気女優でタレントの国生さゆりさんと熱愛不倫をしていたことが話題になりました。二人の不倫関係については、数年間続いていたことも分かっていて、当時はかなり親密な関係だったようです。また長渕剛さんは結婚をしていたため、ただの熱愛スキャンダルには収まらず、その後会見を開くことになりました。国生さゆりさんは1980年代に絶大な人気を集めたアイドルグループおにゃんこクラブの初期メンバーで、長渕剛さんとの不倫が報じられた時にはすでに卒業していましたが、その人気はまだまだ高かったようです。彼女は当時おにゃんこクラブ会員番号8番を名乗り、人気テレビ番組夕焼けにゃんにゃんでデビュー。その後はアイドルとして圧倒的な人気を誇り、翌年にはいきなりソロデビューを飾りました。長渕剛さんと国生さゆりさんの馴れ初めは1991年のドラマ「シャボン玉」です。このドラマは長渕剛さん主演の人気作で、作中で2人は恋人同士を演じていました。またドラマでは2人のキスシーンもあり、すぐに親密な関係になったと言われています。ちなみに2人はこの共演を機に不倫が噂されるようになりました。国生さゆりさんとの熱愛不倫が公になったのは1995年の長渕剛さんの逮捕です。実は彼が逮捕された時、国生さゆりさんも警察からマークされていたようで、当時は事情聴取と尿検査を受けています。国生さゆりさん自身は一切大麻や薬物を使用していなかったようですが、この報道が流れたことで世間に熱愛不倫が知れ渡ることとなりました。長渕剛さんの逮捕によって熱愛不倫が報道された国生さゆりさんは、その後記者会見を開き、彼との関係を認める発言を行いました。彼女が会見を行った最大理由は、大麻や薬物とは無関係という主張をすることで、自身の大麻使用については完全に否定。そのため彼女は大麻や薬物との関係はないことが判明し、尿検査からも陽性反応は出なかったことを明かしました。長渕剛さんが逮捕されたのは1995年1月24日、大麻取締法違反での現行犯逮捕でした。警視庁が長渕剛さんの覚醒剤取締法違反容疑で内偵を進めていたところ、家宅捜索で自宅から大麻 1g が発見されたとのことです。長渕剛さんは大麻吸引を認め、その場で大麻取締法違反により現行犯逮捕されました。長渕剛さんが大麻で逮捕されたのは、警視庁が長渕剛さんの覚醒剤取締法違反容疑で内定していたことがきっかけでした。内定され家宅捜索を受けるほど捜査が進んでいるのであれば、警視庁側も長渕剛さんの覚醒剤使用に確信を持っていたはずですが、結果的に長渕剛さんの自宅から覚醒剤は見つからず、尿検査も陽性反応が出ませんでした。長渕剛さん本人も覚醒剤については否定しており、
確たる証拠が見つからなかったことから、処分保留のまま釈放され、後に起訴猶予処分となりました。大麻で逮捕されたものの、覚醒剤については否定し、起訴されなかった長渕剛さん。しかし1995年の逮捕事件から30年近く経った現在も、未だに長渕剛さんの覚醒剤疑惑はささやかれ続けています。2016年に元プロ野球選手の清原和博さんが覚醒剤で逮捕された際も、長渕剛さんの覚醒剤疑惑が再び話題になりました。2016年2月、清原和博さんが覚醒剤取締法違反で逮捕されたことで、週刊誌週刊新潮が実名で長渕剛さんを覚醒剤仲間と報じました。長渕剛さんと清原和博さんは兄弟のように親密な関係で、清原和博さんは長渕剛さんのことを兄貴と慕い、打席テーマ曲にトンボを流していました。長渕剛さんも清原和博さんの引退セレモニーに駆けつけ、トンボを熱唱するなど深い交友関係がありました。記事によると、長渕剛さんと清原和博さんは2人でホテルにこもって覚醒剤を使用する中で、清原和博さんが長渕剛さんのために覚醒剤の調達を担当していたと報じられました。この報道に対し、長渕剛さん側は弁護士を通じて抗議する、名誉毀損を含めた法的措置を検討していると疑惑を否定。しかしその後、実際に法的措置を取ったとの情報はありません。清原和博さん逮捕により再燃した長渕剛さんの覚醒剤疑惑ですが、前述した報道後に長渕剛さんの所属事務所が2人はすでに絶縁していることを明かしました。所属事務所担当者によると、長渕剛さんは清原容疑者と報道前から疎遠になっている、週刊新潮の報道は全くの事実無根と主張していたといいます。実際に長渕剛さんと清原和博さんは2014年頃に絶縁していたと言われており、清原和博さんの薬物疑惑が噂されるようになった頃から距離を置くようになったとされています。絶縁した理由については詳しいことは言えない、このまま関係を続けていくことが困難になったという曖昧なものでしたが、続報によると清原和博さんへの捜査が始まった頃から長渕剛さんの態度が急変し、一方的に絶縁を言い渡したという情報も報じられています。これが事実であれば、清原和博さんの薬物逮捕により自身に火の粉が降りかかるのを避けようとした長渕剛さんの逃げの一手という見方もできるかもしれません。清原和博さんは捨てられた形となり、二人の蜜月は終わりを迎えました。現在も二人に表立った交流はなく、覚醒剤が原因で疎遠になったことは間違いなさそうです。1995年1月24日に大麻取締法違反で現行犯逮捕された長渕剛さんですが、覚醒剤取締法違反容疑については否定し、尿検査も陽性反応が出なかったことから2月3日に処分保留のまま釈放となり、3月16日に起訴猶予処分となりました。長渕剛さんの処分について不起訴、起訴猶予で混合している人が多いようですが、不起訴と起訴猶予は違うものです。不起訴とは、警察や検察での捜査の結果、嫌疑を十分に立証する証拠がなかった場合に嫌疑不十分で起訴できないことを言います。一方、起訴猶予とは、嫌疑を立証できる証拠は揃っているが、被害者の処罰感情や容疑者の反省状況を考慮して不起訴にする場合のことを言います。長渕剛さんの場合、大麻取締法違反で逮捕された際の家宅捜索の容疑は、もともとは覚醒剤取締法違反でした。しかし自宅から発見されたのは大麻のみで、大麻で現行犯逮捕してから覚醒剤取締法違反で起訴するはずが、尿検査でも陽性反応が出なかったため、起訴猶予にならざるを得なかったのです。長年にわたり覚醒剤疑惑がささやかれる長渕剛さんですが、法的に覚醒剤使用が立証されたことはなく、大麻での逮捕はあっても覚醒剤での逮捕はありません。本当に覚醒剤を使用しているのか否かは、現在まで明らかになることはありませんでした。長渕剛さんと清原和博さんは覚醒剤が原因で絶縁状態になってしまったようですが、長渕剛さんは桑田佳祐さんとの不仲説も
長年噂されています。桑田佳祐さんと長渕剛さんの出会いは、今から遡ること41年前の1983年、飲み屋の席が初対面となった2人ですが、この時互いに酒を酌み交わし、長渕剛さんは音楽に対する桑田佳祐さんの姿勢に好感を持ち意気投合したそうです。これがきっかけとなり、その後桑田佳祐さんが長渕剛さんをライブに誘い参加することに。初めは2人は仲良しだったようです。ところがある出来事をきっかけに2人の中に亀裂が入ってしまいます。その後、長渕剛さんの先制攻撃により30年戦争が勃発。さらに桑田佳祐さんがそれに反撃し、もう修復不可能と思われるほど険悪な関係になってしまったようです。1988年に長渕剛さんが出演したドラマ「トンボ」の中で、サザンの「みんなの歌」を「そんなくだらない曲消せ」と長渕剛さんが罵倒するシーンが流れ、桑田佳祐さんの歌をけなしたことでさらにヒートアップ。桑田佳祐さんが激怒します。トンボの放送から6年後の1994年、桑田佳祐さんがシングル「祭りの後」をリリースします。 B 面には「すべての歌に懺悔しな」があり、こちらで「テレビには出ないと言ったのに、ドラマの主役には燃えている」という歌詞などがありました。これは長渕剛さんが当初テレビ出演をしないと言っていたためと取れます。これを知った長渕剛さんは大激怒。雑誌の取材で桑田佳祐を許さないと話したそうです。出会いは好印象だった桑田佳祐さんと長渕剛さん。ではなぜここまで関係が悪化してしまったのでしょうか。その答えは出会いの飲み屋の席にありました。意気投合した際に約束した桑田佳祐さんからのライブのお誘いでした。桑田佳祐さんはサザンのライブに出てほしいというつもりで誘ったようですが、長渕剛さんはサザンと長渕でライブを主催しようという認識の違いからすれ違いに、長渕剛さんがライブに行ってみればサザン主催のコンサート、本来サザン主催のコンサートということから、サザンファンの方が多いため、長渕剛さんが最初に出てサザンが後に出るのが通常なのですが、説明不足だったのか勘違いなのか、俺がサザンの前座なんて聞いていないと長渕剛さんが激怒したそうです。さらにカーテンコールでサザンと長渕剛さんが合流したのですが、この時興奮していた桑田佳祐さんが長渕剛さんの頭にビールを浴びせ、これが決め手となり2人の関係に亀裂が生じたとのこと。きっと桑田佳祐さんも悪気はなかったのだと思いますが、長渕剛さんにとってビールを浴びせられたことがとても屈辱的だったようです。当時はマスコミもこの話題に関してはかなり大きく取り上げていました。その後いろいろと情報が錯綜し、騒動は加熱していったのですが、最終的に桑田佳祐さんが長渕剛さんのファンクラブの会報に謝罪文を掲載したことで、一応は和解という形で落ち着いたようです。ただライブを見に行ったファンからは、長渕剛さんがライブの MC の際に今度会ったら殴ると発言していたという情報も出てきており、やはり2人の和解は表面上だけのものだったようです。長年続いている2人のバトルにそろそろ和解したらと思っている人が多いようです。不仲のきっかけもお互いの思い違いなので、ちゃんと話せば分かり合えそうなものですが、桑田佳祐さんはテレビやコンサートではおちゃらけていたり下ネタが多かったりと3枚目キャラですが、とにかくおとなしい真面目な人ですよ。あの3枚目を装うパフォーマンスは完全に彼の照れ隠しですと関係者の方も話しています。長渕剛さんについては元マネジャーから暴力を理由に訴えられていたことが一部週刊誌で報じられました。長渕剛さんサイドは否定していますが、スタッフへの暴力は過去に何度も報じられており、横暴な性格であることは間違いないと言えるでしょう。しかし最近は若いリスナーを取り込むために自分の性格を改心しようとしているのだとか、過去の暴力での離婚、覚醒剤、そして性加害問題、長渕剛さんは長い人生の中いくつもの試練が課せられたのでしょうね。その度に週刊誌や世間から誹謗中傷が集まったようです。
そのことについて2024年2月4日 YouTube チャンネルリハック公式にゲスト出演し、一部週刊誌と対立した過去について語る場面がありました。経済学者成田悠輔氏との対談、そこで週刊誌との対立というテーマになると、長渕剛さんは今でも誹謗中傷で亡くなる方がいるんだけど、人の心を踏みにじったように事実だけを書き立てて、真実を喋れないように封じ込めてしまう暴力よりも強烈なものでと振り返りました。また成田氏が一番傷つかれた時は泣かれたんですかと問いかけると、長渕剛さんは涙出ますね、やっぱり本当に涙出ますね、悲しいというよりも悔しいっていう思いですかね、それでやっぱり死のうと思いますね、本当に死のうと思いましたと壮絶な過去を明かしました。いかがでしたでしょうか。今回は長渕剛さんの不倫や過去の逮捕歴、新たな性暴力加害の噂についてまとめてみました。長渕剛さんは敬虔なファンも多いので、ぜひファンの皆さんの好意を胸に今後も頑張ってもらいたいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。